塩だらの干物バガラーダバガラオは、タラの塩漬けの干物、またはそれを用いた料理を指す。南ヨーロッパ諸国、スペインやポルトガルの植民地であった中南米諸国、そしてタラの捕獲地である、北欧諸国を中心に食べられている。スペイン語圏において、単にバカラオというと、タラを指すが、むしろ塩漬けヒダラのバカラオエンサラソンを意味することが多い。塩漬けにして乾燥した場所で数ヶ月保存する。一匹丸ごと保存加工されたタラの塊は、バカラーダと呼ばれ、ほぼ三角形の形をしている。主な生産地は、北欧諸国と北アメリカの北東部である。保存性の高いバカラオは航海中の食料に向き、三角貿易で盛んに取引されたため、タラの産地から遠いブラジルや西インド諸島、西アフリカでもよく食べられている。かつては庶民的な食材であったが、1990年代に大西洋ダラの資源量が激減して、以来価格が上昇した。同じく塩蔵されるタラカスケトウダラ属の魚ポラックとよく混同されるが、バカラオはタラカマダラ属の魚を用いる。また、北欧諸国のルートフィスクは乾燥させたタラをアクで柔らかくゼリー状にしたもので塩蔵はしていないためバカラオとは異なる。バカラオ。塩ダラの干物この方法で保存するとココチャスなどの肉、卵、骨、肝臓、浮袋など料理に使える多くの部分を取り除くことになる。塩漬けで数ヶ月乾燥させると三角形の平らな形となり持ち運びが楽になるとともに、少ない量であれば重ねて積むこともできる。塩蔵された魚は大量に塩が用いられているため、そのままで食べることはできない。調理の約24時間前から冷水で塩抜きする。塩抜きの途中で一度か二度水を変えるが、その頻度はタラの大きさによって異なる。塩抜きが完了したらすぐに調理を始めるべきである。塩抜きの段階で薄く剥がれた細切れの肉片は、バカラオの切れ端として別売りされることがある。バカラオは、スペイン、ポルトガル、イタリア、フランス及び、中南米諸国と関わりが深い。これらのカトリック文化圏では、謝肉祭の最終日の翌日である灰の水曜日から、復活祭の前日までの40日間を四旬節と言い、かつてはこの期間中に個祭として、鳥獣の肉を断つことになっていたため魚を食べた。20世紀後半以降は、四旬節のうち、灰の水曜日とキリストが十字架にかかった聖、金曜日のみ、あるいは受難と同じ曜日である毎週金曜日に、鳥獣の肉を食べない習慣となっている。南欧や中南米では聖金曜日を含む、四旬節の最後の一週間にあたるセマナサンタ用の伝統食が確立されており、タラ特に塩漬けのバカラオはセマナサンタの象徴的な食べ物となっている。スペインにおいてタラはセマナサンタに食べる伝統的な魚であり、スープ、フライ、コロッケ、トルティージャなど様々な料理に用いられる。アルゼンチンでも肉食を避ける日はマグロを詰めたエンパナーダと共にバカラオのシチューが代表的な食事となっている。バカラオが手に入らない場合は、サメの肉で代用する。エクアドルとコロンビアでは、ファネスカというバカラオのスープを食べる習慣がある。また、この時期ブラジルでも、スカンジナビア諸国から大量のタラを輸入しており、その量は世界最大となっている。近海の魚でなくあえて遠方の寒流に住むタラを食べるのは、宗教的な伝統食であること。三角貿易と旧宗主国であるポルトガルの食生活の名残であることとされる。メキシコは例外でセマナサンタの時期ではなくクリスマスイブに食べる。カトリック教徒はクリスマス前の町公節期間中も四旬節同様肉食を避けるためである。ポルトガルの植民地であったマカオでもバカラオ料理は一般的である。広東語にも借用語として入り、ウマスケ級と呼ばれている。バカラオアルピルピル。バスク料理、バカラウアミニョータ。ポルトガル料理、ガストローナミアデセマナサンタウィキペディアスペイン語版2007年8月23日17時14分。アトック版ファネスカウィキペディアスペイン語版2007年9月25日21時42分、アトック版日経新聞2007年3月30日、復活祭控えたら販売に、白車=輸入量は、ダントツの世界一ハットエルレスタランテメヒーコのセレブレイトザホリデーシーズンラテンスタイル。ありがとうございます。